ピッカリ高木です。ピカーン。それって実際どうなのかっていう番組に DB 芸人、ドラゴンボール芸人ナッパでたまに出演させてもらってまして、一回リモートで DB 芸人がみんなでじゃんけんをするっていう企画に呼んでいただきまして、家で一人でやるんですけども、スタッフさんが機材を届けに来てくれるということで、それまで時間があったんで生配信をやったんですよ。そしてその生配信ではアイテムを投げていただいたら、その方のリクエストで歌を歌うっていうことをやって、ただ迷惑をかけたくないので、入り口付近で、左側が入り口で、そしてこっち側がマンションの廊下で、そして窓があって、向こう側が東京なんですけども畑があるんですよ。そして角部屋で、こっちが路地なんですよね。そしてこちら側に部屋があって、ここの入り口で配信をやったんですよ。そしてリクエストがビートたけしさんの浅草キッドで、めちゃくちゃ大好きな歌だったんで、お前とあなた中見せろって言って気分よく歌ってたんですよ。そしたら僕時間間違ってたみたいで、どうなのかのスタッフさんが、浅草キッド歌ってるとこすいませんって言って来られて、超恥ずかしかったです。ふにゅー、こいつがおいらの神チェーブ。こん中にチャンネル登録するのにひよってるやついる？いねえよな。チャンネル登録すんぞ。ああ。